そして現在ですね、中堅国家放送会議放送会議ということですね、 MPI の議長をされております秋葉忠俊さんにお越しいただきました。秋葉さん、本当は広島市長の時はあれでしたよね、まさに6日の記念式典の時で、6月の初めというのは大変お忙しい時期をお過ごしだったと思うんですけれども、今日は、長崎の原爆投下の日ですけれども、秋葉さんから市長時代のお話、はい、あ、すいません、ちょっと資料のお話もさせていただきますね、こちら緑の表紙の資料の、記念講演秋葉忠俊さんと書かれていますが、資料の方は2ページと、これミスプリで失礼いたします、5から6と書いてありますが、8から9ページに秋葉さんのレジュメがあります。こちらをご覧になっていただければと思います。ではもう早速始めていただきましょう。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました秋葉です。今日はこの、緑の、党の政策フォーラム2014お招きいただきまして大変ありがとうございます。皆さんに敬意を表するために古い緑のシャツを引っ張り出してきました。で今日は主に、国家の時代から都市の時代に、実は大、変化が起こっているんだっていうあたりを中心にお話をしたいと、思います。あまり時間がありませんので1時間半、ですけれども、おそらく時間をオーバーしてしまうと思いますので早速始めさせていただきたいと思うんですけども、大体こんなことを今日話したいと思います。順番に出てきますので、でまず最初に、最近のマスコミを賑わしているいろいろなことがありますけど、ざっと振り返るとやっぱり一番大きいのが異常気象ですね。先ほど西日本はどこからなのかっていう区分けの話がありましたけれども、猛暑で苦しんだのが東日本、で豪雨と雨で苦しんだのが西日本、という区分けが 2,3 日前は、できました。土石流だとかいろいろな、災害がたくさんある、それから殺人事件、同級生殺人も含めてありましたし、ゴーストライダーとか、スタッフサイトの報道とか、復帰食品、なんか毎日本当に目まぐるしくいろいろなことが起こっているんで、ちょっとここに出ているものでも、危険ドラッグっていうのはちょっとなんか霞み始めてますよね。なんかそういう、異常な事態があちこちで起こってます。で政治的に重大なことも、これはもう皆さん大変よくご存じのことばかりですから、あえてリストするまでもないかもしれませんけれども、たくさんの事件が、起こってますし、中には、大井原発の、運転差しの判決なんていう、こう勇気ある裁判官の、行った画期的な判決もあるんですけども、海外でもでの異変もたくさんありました。マレーシア航空機が連続遭難するなんていうのも異常中の異常ですね。本当に偶然で片付けていいのか、イラクもまた、ニュースになってきました。という中で実は、こういうその日常的な、状況を一つ一つ考えるの大事なんですけども、実はもう一つ、それだけにとらわれないで、全然違う相対的な、視点、複眼的な視点を持つということがとても大事なんで、そのためのこれはちょっと突飛なことなんですけども、提案をしたいと思います。皆さんはこれちょっとまず疑問を提しますけども、皆さんキリスト教のバイブルはご存知ですよね。聖書、
聖書の中で、例えばノアの洪水なんていうのが出てきますよね。あれノアの洪水でたくさん全人類が死んだことになって二人だけのことごとになってるんですけども、だからたくさんの人が死んでます。であれ神の意思で起こったことですから、まあ、神様が人を殺してます。で聖書の中で何人ぐらい神様は殺人をしてるのかご存知ですか？おそらくご存知ないですよね。でナイーブに考えると神様は善の絶対的な存在ですから、その神様が殺人をするなんていうことはありえない。人が死んでいたらそれを助けてくれるような存在だ。ところがですね、これは最近出た本なんですけども、聖書を細かく読んで、で一体明示的にここでは何人っていうふうに書いてある、その人が死んだ、件数ってもあるんです。まあ、あえて殺人というとか方が簡単ですから殺人できますけど、すみません、キリスト教の信者の方がいたら不愉快に思うかもしれませんが、これ聖書に書いてあることですから。それでそれを調べた人がいるんです。で聖書の中で神が自分の意思で、あるいは自分が誰かに、こうあの話をして、で人が死んだっていう件数は158件記述があるとします。で明示的に、ですからさっき の, そのノアの場合には明示的に出ていませんけれども、アーベルとケインのような場合は、まあ、例えば1人、というようなことになるわけですけれども、そういう件数を全部数え上げると282万1364人の人が聖書の中で死んでいる、神の意思によって亡くなっている。でそれに今度はノアの洪水なんていうのは、あれは全人類が死んだことになってますけども、実はそうではなくて、あの地域のあの人たちがかなり広範に亡くなったんだろう、その当時の人口の推計がありますから、それをこう調べて、その結果として例えばあの場合には、まあ100万人ぐらいの人が亡くなっているだろうというようなことで、推計値をずっと合わせると、聖書の中で神様の意思で亡くなった人っていうのは全部で2500万人とんでもない数字です。これもワイドショーで取り上げておかしくない問題ですね。でだからそれを申し上げたのは、あのこういうとんでもないことっていうのは実はあちこちに転がっていて、それをどういう枠組みの中でどう考えるのかっていうところが大事だというところをちょっと一言申し上げたかったんですけども、でそういう意味では、ワイドショーであんまり取り上げられませんけれども、大事なこと、人類の存亡に関わる大問題、これ英語で言うとエグジステンシャルプログラムって言うんです。エグジステンシャルっていうのは、日本語に訳したエグジステンシャリズムというのは実存主義になっちゃうんです。だから言葉としては人類の生存に関わるっていうところが伝わってこない。実存哲学っていうのは実はそういうところが、人類の存在、人間の存在そのものに関わるっていうところですけれども、関わる二大問題って言ったらやっぱり環境と、それから核兵器問題だと思います。でここで大事なのは、環境の問題はこれは人類全体で、そして皆さんが取り組んでいるのはこれは人類全体、そして一人一人が取り組まなくてはいけない重要な問題で、解決がとても難しい内容も中に含んでいる。対して核兵器っていうのははっきり言って、これは時間とそれから富 の, あの浪費です。核兵器を維持するために人類がこれだけの勢力を使って、お金を使って、時間を使っているのはもったいない。その時間は環境問題解決のために使わなくちゃいけない問題なんです、というような、視点からあんまり核兵器の問題は論じられない。論じられるのは全く違った、コンテクストになってしまって、でそういうところを実は、しっかりと見据えた上で、議論しなくちゃいけないということは後で、もうちょっと詳しくお話をしたいと思います。ともう一つ、情けない地方議員、地方議会、たくさんありましたね。20人中15人が逮捕されて議会がありましたし、副議長が逮捕されたり、セクハラのやじがあったり、号泣議員が出たり、覚醒剤があったりとうとう、たくさんあります。で、その結果、まあ、平川市の補欠選挙は、前回の投票率が 74% だったのに、補欠選挙は 40% ぐらい
でやっぱりこれは有権者の責任が問われる問題ですよね。あれだけの、本当にとんでもない行動があった結果として投票率が 40%、 まあそれ文句を言ってもなかなか治りませんから、じゃあどうしたらいいのかということは、やはり最終的には健全な政治を作って、いかなくちゃいけないということですけれども、党としての活動の中にやっぱり有権者の責任をどう問うのか、でその責任を果たしてもらうためにたくさんの人にどう立ち上がってもらうのかっていうような視点もことによったら必要かもしれません。でこういうそのニュースが流れるために私は緑の党、それから虹と緑等々で活躍している皆さんのことを思い出しました。だけどその全国的にはまだまだその声が大きくなっていない。緑の党の議員がいるじゃないか、虹と緑で頑張ってるじゃないか、党などという声が上がってこない、普通のその有権者から上がってこない。じゃあそれをどうしたらいいんだろうっていうところも、もう一つ大きな、問題です。でこういう情けない議会とか議員がいる理由は何かっていうと、いろんな理由があるんですけど、一つはですね、これは私は広島市長としての経験から申し上げますけど、暇なんです彼ら。精進喚起して不全をなすって本当にこれはいい言葉を残してくれましたよね。で、なぜ暇なのか、一番大きな理由、勉強しないってことです。勉強してたら皆さんってやっぱり時間足りないでしょう。それから朝5時からっていう話もさっきありましたけれども、でも本当に真面目に政治活動をしている人たちは忙しい、悪いことしている暇なんかありません。で仲間もたくさんいるし、ということなんですけれども、勉強しない、市民との接点が、非常に少ないと。それから利権あさりっていうのは、これは、具体的に言って政治活動ではありません。金儲けですから、だからそういうことには時間を使うけれども、本当の、議員としての活動に時間を割かない。でいろんなこれ解決策は考えられるんですけども、後でまたこれ申し上げますけれども、広島市長という私が書いた本の中にも、これは一つ書いてきましたので、本の PR のためにこれ申し上げています。で、それからもう一つ、もうちょっと大きな枠組みの中で考えると、一つ問題提起として、私たちは民主主義はこういう形なんだというふうに、考えちゃってますけども、本当にそれでいいんですかっていうところをもう一つ問い直して、ということはより理想的な政治の形をデザインして、でそこから今の時点に戻って理想を、実現するためのさまざまな手段を作りながら今の政治に関わっていくっていうのももう一つのやり方だと思います。ただ現実にこういうことがある、ここが問題だ、それ解決しようっていうのも一つの方法ですけども、ずっと未来まで先に行ってそこから戻ってくるっていうやり方もあるんだということが一つです。それからもう一つは、政治や経済のあり方について、今の枠組みから、まあ同じようなことなんですけれども、違う視点から言うと枠組みからはみ出して考えて、見てもいいんじゃないか、そこに解決策があるかもしれないっていうので、いくつかの問題提起をしていきます。で、まあ、世の中いずれにしろ変わらなくちゃいけないんですけれども、この変革の4原則っていうのが、このコーネル・ウェストさんっていう、哲学者がまとめてくれたとってもいい4項目がありますのでご紹介しておきます。最初は変革の力っていうのは私たち個人個人一人の中にある、大事なのはそれを歴史的なコンテクスト、歴史的な文脈で活用することだっていうのが一つです。2番目は、だけどその変革の一番中心概念は何かというと命だよと。で命というのもただ単に一人の命、あるいはそのもっと小さい単位の命もありますよね、細胞の命なんていうのもあるわけですから、それが一人から出発して家族になり、どんどん大きくなって世界になるわけですけれども、各段階ごとにいろいろな組織ができたり、あるいは
構造ができたりする。そういうものもうまく取り込みながら、一人から始まって世界全体を巻き込むっていうような形で、その命の広がりというものを考えることが大事です。から3つ目、それと関連しますけれども、変革は子どもたちのためにするんですよ、未来のためですよっていうのが3つ目、これもとっても大事です。で、4番目、これは皆さんに、特に重要なんですけれども、変革をするのは2番目もあるように、たくさんの人が一緒に協力しなくちゃいけないと、リーダーが必要になります。で、変革をするリーダーというのは、顔面コロにその昔のことにこだわって新しいことをしないリーダーじゃ困ります。で、それだけじゃなくて、これはね、実は今このザ・ベタ・エンジェルズ・オブ・ア・ネイチャーっていうのが、これはリンカーンが第一次 の就任演説の時に一番最後に使った言葉なんですけれども、この言葉が少なくともアメリカの言論界では大変復活して重要なキーワードになっています。これはエンジェルですから天使ですけれども、私たちの本質の中、本性の中にある、より良い天使だ、まあより良くない天使もいるということなんですけれども、まあ、日本語には比較的訳しにくいですから、私たちの中にある最善のものというふうに仮に訳しておくと、その私たちの中、一人一人の人間の中にある最善のものを引き出せるリーダーが必要だ。で、それがまさに皆さんの役割だと思います。で、そこをじゃあどういうふうにもうちょっと具体的に考えるのかというところで、申し上げたいんですけど、そこでもう一つ、変革をするっていう時に変えるべきか否かっていうのが実はとても大事になってきます。で、これはある意味で神学上の問題なんですけど、これはアメリカの、これも やはりキリスト教学者の、ラインホールド・ニーバーという人が、詳細な分析をしてるんですけども、まず変えられる場合と変えられない、で、変えられないことについてはそれを受け入れる、ということが大事だ。変えられることについては、それを変えるべきなのか、変えられても変えない方がいいのか、そこを考えなさいっていうところがとっても大事になってきます。で、時間軸が関わったり、するんですけども、未来予測は、まあ、基本的には不可能ですから、そういう意味でもこのところが重要になってきます。で、まあ、これも整理の仕方として、ちょっと考えて、頭に置いておいていただきたいと思います。で、これからお話しするのは、実は被爆体験から出発して、都市を考えるということです。で、私は広島市長になる前は国会議員だったんですけれども、国会議員当時は、都市それから地方政治、先ほどのお話があったように、地方自治を経験しないで国会議員になるなんてのはとんでもないことです。私は国会議員の時にはそれに気がつきませんでした。市長になってから本当にそのことが痛切に分かった、ですから、そういう意味ではそのことを申し上げたいんですけども、でも、地方自治あるいは都市の意味というのが大変よく分かったので、そのことを被爆体験から出発してお話しできればと思います。で、そのためにまず、原爆による被害の概要を簡単にお話ししておきます。今日8月9日11時2分が、長崎への原爆投下の時間ですけれども、広島は8月6日の午前8時15分で、B-29 エノラゲイという飛行機から投下されました。エノラゲイというのは、その飛行機の機長だったポール・ティベッツ、さんのお母さんの名前です。で、被爆者がこのエノラゲイという飛行機をワシントンに見に行ったことがあるんですけども、女性ですけれども、あんなにたくさんの人を殺した飛行機に自分のお母さんの名前を付けるなんて私には信じられない。それが被爆者の女性の率直な感想でした。でも、ポール・ティベッツ氏にとってはお母さんの名前を付けるほど誇り高いことだった。そういうことも良し悪しの判断とは別に、それが事実だっていうことはどちらの立場を取るかは別にして、両方の立場があるんだということは理解する必要があるんだと思います。爆弾は、原爆は600メートルで、爆発しました。これは爆弾を落としたらたまたま600メートルで爆発したっていうことではなくて、
この600メートルで炸裂すると、その後に出ている爆風っていうのがありますね。爆風はこれ波ですから直接地上に届く波があって、それと同時に地上で反射をして帰ってくる波がある。その2つの波が打ち消し合って、その影響が弱まるのではなくて、相乗効果でこう直接波とそれから反射波が山と山、谷と谷が両方ともうまい具合に重なって最大限の被害を与える、そういうことができる高さが600メートルなんです。これマッハ効果っていうんですけども、そういう物理学の原則を使って600メートルでわざわざ爆発させた、ということです。それからエネルギーは熱線と爆風と放射線、35%、50%、15% ずつです。熱ですけれども、爆応っていうのはこれ3次元の原爆が爆発した地点、3次元の地点を爆応っていうんですけど、そこから垂直線を下ろして地上と交わったところが爆心と言います。爆心では、約3000度から4000度の温度になりました。鉄の溶ける温度が1500度ですから、いかに扱ったかということが分かります。それから爆風です。これも大変なんですけども、1平米あたり35トン、象2、3頭分 の重さです。しかしそれ以上に風速、これは衝撃波って呼ばれる波なんですけれども、これが秒速440メートル、ジェット機が飛ぶ速さっていうのは、音の速さをマッハで表しますけども、1マッハ340メートルには達しません。ですからこれはジェット機よりももっと速い速度です。440メートル。日本に上陸した最大級の台風の速さは大体70メートルぐらいです。それと比べて440ですから、とんでもない速さの風が吹いた。で、建物はそれで破壊されたものが非常に多い。で、それに火がついたという、結果になります。放射線ですけれども、爆心から1キロ以内には致死量の、放射線が降り注ぎます。致死量というのはそこで即死するんじゃないけれども、それを受けた人は、その放射線の影響で 100%、数日か、あるいはたまには場合によってはより長い時間がかかる場合もありますけれども、必ず死に至るという量を受けたということです。で、年末までには、この原爆によって亡くなった人の数が約14万人プラスマイナス1万人の誤差です。で、ちょっとこれは皆さんの知識の中の、訳論を入れておいていただいて、いろんなところで皆さん議論をしたり、それから論争をしたり、やり取りすることがあると思いますけれども、そういう時に、いくつか役立つテクニックがあります。で、その一つは相手が絶対知らないような事実を持ち出して、その事実から自分の議論を展開するということです。でそのうちの一つとして、これとっても 役に立ちますから、これ覚えておいてください。何かというと、原爆の原理と関連があるんですけども、2つこれは非常に重要なことがあります。一つは、原爆というのは爆発する前に人を殺してるんです。普通爆弾というのは爆発をして人を殺します。でも原爆は爆発をする前に人を殺してる、それが一つ。それからもう一つは、60年経ってもまだ人を殺し続ける、これは放射線の影響ですから、60年70年経っても人を苦しめる、続ける兵器だ。で、爆発前に人を殺す爆弾というのをちょっと簡単に説明しておきます。原爆の原理っていうのは、核分裂物質っていうのがこれが臨界量っていう量に達すると、連鎖反応という反応、だから中性子が飛び出して、それが周りにある、原子に当たって原子が分裂して中性子が出る。それがどん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 自動的に止まらないで、普通の場合には核分裂物質でないと止まっちゃうんですけども、核分裂物質の場合には臨界量以上になるとそれが止まらない、それを連鎖反応って言います。で、そのことで起こるんですけども、最初からそれが起こったら爆弾としてそれを、運ぶことできませんので、普通は臨界量になる前の核分裂物質を、2つじゃなくて複数なんですけども、こうやって分けておきます。で、爆発をした時に火薬で持ってそれを一緒に合わせて臨界量にします。
そうすると移民改良になってからどん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 その中性子がたくさん連鎖反応の結果中性子がどん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 出てきて最後には中性子の量がものすごく大きくなって爆発をするっていうそれが、原爆の簡単な、原理です。でここで大事なのはこの臨界量に達した段階そこから爆発の間まで中性子が出続けるということです。中性子は、まあ、放射線の中で、これ一番、まあ、重要な役割を果たしているものと言ってもいいぐらいですから、で実はこの間ですね中性子がたくさん出てますからこの間に、人はもうどんどん死んでます。で、大事なのはこれは100万分の1秒という短い間に起きるんであんまり、問題にはならないんですけれどもただ原理上はこの100万分の1秒前爆発をする100万分の1秒前にすでに人を殺している爆弾だということです。でこういう原理があの原爆にはあります。ですから通常兵器と核兵器の違いのこれはあの重大なポイントの一つです。どういうふうに使うのかっていうのはまた後で、考えたいと思います。でこの原爆が、8月6日に落ちてから空白の10年間1955年ぐらいまで被爆者は大変苦しい生活を続けました。医療も十分じゃなかった食べるものもなかった、原爆についての情報も全くなかったっていうようなことでこの10年間が空白だって言われています。でその医療の面で言えば、その医療関係者お医者さんそれから看護師さん広島市内あるいは周辺に住んでいた人たちの3分の2は即死しています。ですから残った人たち自分たちも被爆者なんだけれどもその被爆者が他の被爆者の手当てをした状況でした。でその後も医薬品はありませんしそもそも放射線についての知識は研究者でもほとんど持っていなかった時代です。あの永井隆博士っていうのが長崎では大変その、まあ、戦後の、被爆後の長崎で大変重要な役割を果たしましたけれども彼は、専門が放射線です。でも彼が亡くなったのは結局自分の実験によって放射線を浴びて、長崎の原爆によって浴びた放射線以上に自分の研究のために浴びた放射線で亡くなったんだろうというふうに言われています。そのくらい専門家でも放射線の害について十分な知識を持っていなかったっていう時代です。でようやっと医療法ができたのが1957年。しかしその前に、アメリカが送ったその調査チーム ABCC と言われてますけれどもそれは詳細な調査をしましたけれども被爆者の治療は一切しなかったというような歴史もあるんですが、ともかく空白の10年間の一部が、そういう状態でした。それで生活が苦しいって言いましたけども生活ってじゃあ何っていうふうに考えるとざっと考えただけでももうどん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 上がってきます。で重なってるのもたくさんあるんですけれども生活というのは実は切り方によっても人によってもそれから時によっても同じ言葉でも違う意味があったり違う言葉でも同じことだったり ともかく非常に複雑です。数学的に言うとある意味で無限の、という性質を持っているのがその市民の生活普通の人の生活を、描写する上で一番いい言葉なのかもしれません。で、そういうことで実は生活が大事なんだその生活が、実は、大変だったっていうところを申し上げたいんですけどもそういう中から実は生まれたのが被爆者の哲学であり、悲願です。でこれは1999年の平和宣言の中で被爆者の足跡3つ挙げました。で1つは死を選んでも誰も非難できないような状況で生きることを選んだ生を選んだ生と死どっちを 選べというふうに言われたら常識的には誰だって生きる方を選びます。でもそれは常識の世界でここで言ってるのは原爆が作り出した状況っていうのは常識では計り知れない世界だったってことです。で事実そのさっきも言いましたように爆風がものすごい勢いで襲った。でその結果としてほとんどの人は、爆心地近くにいたほとんどの人は意識がなくなってます。家と一緒に吹き飛ばされた何十メートルも吹き飛ばされて家の下敷きになったそれで意識がなくなってる。で、そのまま意識が戻らなかった人もたくさんいます。それは亡くなった人たちです。意識が戻った人たちもいた。意識が戻ったら
誰でも生きていてよかったっていうふうに思うのが常識です。でも被爆者の中には意識が戻ってからわざわざ自分で選んだのか選んだのじゃないのか、そのどの程度の意図があったのか分かりませんけれども、川の中に入って亡くなった人、線路に飛び込んで亡くなった人、そういう人たちがいます。それはその人たちを見た他の被爆者の証言としてそういうケースがたくさんあるということです。そういう状況だった、それでも生きたっていうことはとても大変なことです。そういう大変な状況ですから、被爆者は忘れたいと思った。今原爆ドームが広島には残ってますけれども、あれを残すにあたってとっても大きな議論が起こりました。たくさんの被爆者はあんなに大きな原爆を思い出させるようなものを街の中に残しておかないでくださいっていう声も大きかったんです。だけどやはり後世のためには、後世の人たちにその原爆の悲劇を知ってもらうためには何か物理的な存在も必要だということで、お金もなかったんですけれども、当時の浜江市長をはじめ広島の人たちが東京にまでやってきて街頭で募金をしてまで原爆ドームを残しました。しかしそこで議論があったようにやっぱり思い出したくない、だからその自分の体験談をするなんていうのはもってのほかです。でしかもそれは自分がその日のことを自分自身の心の中で再度体験することですから、とても痛みを伴う、語るのは難しい、にもかかわらず語ってくれた人たちがいた。でその結果として原爆は3回使われたんです。それが2つ目です。それから3つ目には、アルバート・アインシュタインが、核時代、核兵器、原爆っていうのは世の中のものを全て変えてしまったけれども、人間の考えだけは変えることができなかった、それは世界の情勢を憂えていったんですけれども、でもアインシュタインはその点で間違っていた。被爆者たちが敵対だとか、あるいは報復だっていうような、そのアインシュタインが嘆いたような考え方ではなくて、和解と、それから、和解の哲学、未来への哲学を作って、それを自分たちが生きてきたというのがとても大事な点です。で、その哲学をどういうふうに言うのか、これは慰霊碑ですけれども、慰霊碑の中に、きちんと書いてあります。過ちは繰り返しません。それを被爆者たちの、通常使う言葉に直すと、こんな思いを他の誰にもさせてはならない。大事なのは、特にここで強調したいのは、他の誰にもの中には敵も入っているということです。自分と自分の友達、味方だけはこんな思いはさせたくない、敵にはさせていいんだということだったら、それは報復になっちゃうんです。そうではなくて、敵にもこれをさせてはいけないということです。で、その思いを確実にするために、自分たちが生きている間に核兵器をぜひなくしてほしい、ということを言ってます。でも私はもう何人もの被爆者からこのことを聞きましたけれども、これは自分たちが生きている間にっていうのは実は意味があるんです。それは何かっていうと、その当時もう私が話をした親しい被爆者のかなりの方は亡くなってるんですけども、その当時生きていた被爆者が、私の生きているうちにはぜひ一緒になくそうよ、なくさなくちゃいけないんだと言って、なぜかというと、もうすでにその時点で、まあ、仮に10年前としましょう、10年前の時点で亡くなっている被爆者、例えばその被爆者のお兄さんだったり、あるいは親戚だったり同僚だったり、もうすでに亡くなった被爆者が世にいる。で、私が自身が亡くなった時に世に行って、自分の兄貴に、あるいは同僚に、核兵器はなくなったんだよっていうことを自分で伝えたいんだ、だからあなた方の死は無駄ではなかったんだ、それに役立ったんだっていうことを伝えてあげたいから、だから私の生きてるうちにそれを見たいんだっていうのが、彼らの気持ちです。そういう気持ちも大事です。それから3度目の核兵器使用を阻止した、これはですね、ジョン・ハーシーが言ってます。ジョン・ハーシーっていうのは広島という本を書いたアメリカの作家です。1946年に広島にやってきて、でその年の8月31日のニューヨーカーという雑誌に、その一巻全部を使って広島のレポートを書きました。1日で30万部が売れた。それがその後本になったんですけれども、そのハーシーが1985年、被爆40周年に広島に来ました。でその時に彼が、このことを言ってました。
3度目の核兵器の使用を阻止したのは被爆者が自分たちの話を世界にしてくれたからだ。でそれは別の言葉で言うと、あの核兵器があるから核兵器は使われないんだっていうことを言うのが、これは核抑止論者って言われてますけれども、アメリカも日本も政府はそういうことを言ってます。他の核兵器保有国もそういうことを言ってます。でもハーシーさんが言ってるのはそうじゃなくて、核抑止論を抑止力を持っているのは被爆者なんだということです。で、実はもしそれが本当だとすると、もう一つ問題があります。被爆者の平均年齢は79歳を超えてます。でやがて被爆者、誰もいなくなる時がやってくるけれども、そうすると抑止力がなくなってしまう。だったら核兵器は使われてしまいます。じゃあどうすればいいのか、それがもう一つ、大事な課題になってきます。で、こういう被爆者の足跡、それからメッセージですけれども、それとそれから生活、そして生活っていうのは実は都市っていうことなんですけども、そこのところには大きな関係があります。なんで広島で先ほど申し上げたような、他の誰にもこんな思いをさせてはいけないっていう考え方が生まれたのか。で一つは核兵器、原爆の恐ろしさを、原爆の悲劇を正確に伝える語彙を人類は持たなかったっていうことです。被爆者が戦後すぐ、いろいろな人に自分たちの状況を説明しようとしましたけれども、誰も分かってくれないっていうのが最大の悩みだった。それはそうでしょう、やっぱり全く経験をしてない。写真も その当時は、1950年まではプレスコードという検閲制度があって、写真の1枚たりとも公表されなかった。だから誰も分からない。東京で空襲を受けた人は広島の話を聞いて、いや東京だって大変だって言って、他の都市でも同じです。でもそうじゃないんだということを説明しても分かってもらえない、で結局被爆者は自分たち同士で、それを嘆いて、でもお互い同士は分かる。でというところから、実は、この被爆者の、哲学作りっていうのが始まった。苦しい生活の中で、お互いに助け合いながら、で情報のない中で、生活の術を共有したり教え合ったりしながら、そういう苦悩の中から生まれてきたっていうことです。でも被爆者は実は、広島っていうのは35万人の都市ですから、多様な人たちだと。考え方だと保守系の人もいれば革新系の人だって当然いました。職業も違っているし、男女の差もあった、学歴の差もあったでしょうし、価値観も、違った人がたくさんいます。でその人たちの間での唯一の共通点が原爆だ。それほど大きな存在だったということですけれども、こういったさまざまな、違いを乗り越えた共通の認識として、もう子どもたちにはこんな思いはさせたくないよね、もうこんな思いは たくさんだよね。でそれを外部の人たちに話しながら、あるいは自問自答しながら、でもそんなこと言ったって敵には使うだろうというような反論があったはずなんですよね。でそういう中でやっぱり被爆者は苦悩の中で考えた。でもやっぱり最終的には誰にも使ってはダメだ、こんな経験は敵であろうと味方であろうと人間である限りこんなことを経験しちゃいけないんだというところが明確に出てきた。でそれが被爆者の哲学です。だから一つはその原爆の恐ろしさ、原爆の究極の悪っていうものを表現する手段としてはそれ以外なかったっていうことです。でそれをじゃあ今度はその都市のある意味で、性格を今お話ししています。被爆者が、住んでいた広島という都市、その都市という環境の中で歴史的な枠組みの中で、いろんなことが出てくるんですけれども、国家という枠組みの中で同じような会話が生じて同じような結論になったのか考えてみると、やっぱり都市だということにとても大きな意味があります。で都市が都市であるその一つの要件というのは、子供っていう価値がとても大事だということです。で、子供がいてこそ家族は成り立つし、家族っていうのは、
異なったその人間が一緒になって、一つのまとまりを作っていく。でそれが大きくなったのがある意味で都市の存在です。国家っていうのはそうじゃなくて、上から下へのその単一の要するに権力を徹底させるための構造が国家です。だから上にまず権力があって、でその結果として、下々がある。明治維新で天皇をいただいてうまくいったのは、国家っていうのはそもそもそういう存在だからです。子供の命が大事なんだよ、家庭が大事なんだよ、それが集まってこういう国が出てるんだよっていうことを明治維新の時に誰かが言って、それで明治維新が成功したでしょうか。するはずはなかった。国家をあれは作ろうっていう運動ですから、ですから人の命を大事にしよう、家庭を大事にしよう、友人を大事にしようっていう発想から生まれているものじゃありません。それからもう一つ、都市は過去を記憶します。これも後で、出てきますけれども、私の経験から言うと、でまず親っていうのは子供は分からない。自分が親になって初めてその、まあ、その時には亡くなっている親が多いんですけどね、高校をしようと、しようと思う時には親はもういないっていうのが現実ですけれども、でも追体験として親のことは分かる。だから過去を振り返ることができる。その体験は実はその過去を記憶する上で非常に大きなインセンティブになってます。で、その回路を一度通ることによって未来を一つの接点にして、全く価値観の違う人とも、協力関係を作ることができるっていうのがもう一つ大事なところです。まあ、一応ですから都市は過去を記憶するっていうことを、覚えておいてください。じゃあ対して国家はっていうと、はっきり言って若者を殺すのは国家ですよ。戦争をやって、戦争をやるときには私たちのような老人を集まれとは言わないでしょ。若い人たちを、国を愛しなさいって言って戦場に送って、で敵国と呼ばれる国の若者を殺すか、あるいは殺すことを命令するのは国家ですから、でそれに対して、まあ、自分たちの国の若者も死んでいく。でこういうことをやったのは国家ですから、国家っていうのは若者を殺す権力を持って実際にそれを実践する。で普通の国っていうのはそれを実践するから普通の国なんです。日本はそれはやりませんということを言ったんで普通の国じゃない。でそれを普通の国にしようっていうのは、これはもうあれですよね、小沢一郎さんの頃からずっと始まってるんですけど、PKO 国会っていうのがありました。でその頃からの、まあ、長い間のその国家主義的な枠組みで物事を考えてきた人たちの、まあ、努力が今にして実っている状況なんだと思います。やっぱりそれに対して、きちんとした反論をするんだったら、それは国家の枠を、破ったところで議論をする必要があるんだと思います。それから国家は選択的に過去を選びます。靖国神社はあっても東京大空襲の被害資料館は東京にはありません。先日東京の高校生が広島に来て、原爆の日巡りというのを広島の高校生と一緒にしました。広島の高校生はやっぱり自分たちの、町の歴史、それは家族の歴史でもあるわけですけれども、それを身をもって理解していた。それを東京の高校生たちに伝えたけれども、東京の高校生はじゃあ逆にこの東京に来て、あなた方に私たちの町のあるいは家族の歴史を案内しますよっていうことは言えなかった。でそれで気がついたんですけども、実は東京ってのは本当にかわいそうな都市なんですね。いやお金はたくさん持ってるかもしれないけれども、そういう意味で過去と断絶してる。町の記憶、町の過去とそれから自分の人生とが重なり合っていない。重なり合ってるのはお金、札束ですね。だからそういう都市というのは大変不幸な都市だと思います。で広島はその不幸な被爆っていう体験をもとにして、だけれども過去とそれから今の若い人たちの人生が重なるような、それも努力なしにはそういう姿ができないんだけれども、そういった街を作ってきた、ということです。
それから坂の上の雲、これは司馬遼太郎さん、後でまた出てきますけども、それは賛美するけれども、実は日清中戦争の背後にあった、朝鮮の植民地化、ということについては一言も触れていない。これもやっぱり、過去の選択的な記憶です。で、さっき言った、まあ、そういう背景があって、和解の哲学ができたんですけど、和解の哲学が大変、これが重要だ、世界的に共有されている理由の一つは、都市の人口に共有されていたということです。たくさんの人が同じような経験をしたというところが大事です。それからもう一つは、人口密度です。これはたくさんの人が経験しても、例えば1万人の人、まあ、10万人の人が、経験をしたとしても、それが世界中に散らばっての経験だと、これほどの力にはなかなかならない。広島という都市、長崎という都市で同じ経験をした人が、まあ、集まって生活をしていたというところが、重要です。しかしそれ以上にやっぱり大事なのは、人類生存のための究極的なその意味を被爆者たちのメッセージが持っていたからだと思います。まあ、これはもうすでに言いましたから飛ばしたいと思います。でそのことで、実はその都市っていうのが常に被爆体験の、あの背景にあるわけですけれども、都市の力っていうのはどこにあるの、都市の本質っていうのはどういうことなのか、これを研究してるあの学者がいますから、そういうところを少し引用しながら見てみたいと思います。で簡単に結論だけ言うと、都市の特徴、本質は多様性です。で多様性だけではなくて、その多様性を許す寛容さっていうのが必要です。でそれがあって初めて創造的知的活動ができて、でこれが都市の活力の源です。まあこういうのが都市ですけれども、やっぱり多様性なんですよね。で市議会の写真、これ広島市議会の写真ですけれども、議会も、そういう中でその多様性を政治的な力に変えていくための一つの変換装置ですけれども、議員の存在っていうのは往々にして自分の支持者を、代弁するということになりがちです。その場合には必ずしも多様性を代表しているわけではない。議員一人一人は支持者、まあ似た考え方の人も多いと思いますけれども、その議会全体として多様性を、代表しているっていうか映し出しているわけですけれども、その議会が本当にあの大事なのは、いろんなあのことが言われますけれども、その都市そのものが持っている、あるいは自治体そのものが持っている多様性を議会が忠実に反映しているかどうかということは、とても大事な点だと思います。で、その点があのしばしば忘れ去られて、議員は金食い虫だから人数減らせというような議論になりますけれども、あの本末転倒です。あの金食い虫だったら、まあ、ある意味過渡的なあの措置は必要ですけれども、議員活動はボランティアでやるようにする、あるいは、まあ、それはヨーロッパアメリカ型のその地方議員の活動の仕方ですけれども、そういう選択肢もあり得るはずです。でもそういう議論はほとんど出てこなくて、人数減らせっていうところばっかりに言ってます。人数減らすと何が損なれるかというと多様性です。だからそれは国家 の、 あの思うツボです。それに乗っかると、まあ、国会議員の数も減らせっていう議論がありますけれども、まああの国会の質もいろいろありますけれども、国会議員を減らすことで誰が一番喜ぶかって、それは官僚です。ですからそういう意味であの人数を減らすっていうところはあまり、好ましいことではありません。で市長というのは、これは曲がりなりにもあの全市を代表しますから、で、私は一生懸命努力をしましたけれども、あの全部の市民の全部の声を市長が実現することはできません。あの A がいいっていう人が、いたら必ず A じゃダメだっていう人がいるのが常識ですから、そうなるとその両方一遍に満足することはできないんですけれども、でも A もありノン A もあるっていうことを理解した上で、じゃあ全体としてどういうバランスを取るその姿勢が必要かということを真面目に、例えば議会とも相談しながら、市民と相談しながらやるということはとても大事です。で、まあ、そういうあの政治的な存在があるんですけども、経済的に、この都市を見ると、リチャード・フロリダっていうトロント大学の先生がこの研究をしたんですけども、あの経済の世界の経済を見ると、それを引っ張っているのは都市だということがまず一つ大事な
点として挙げられます。でその都市の経済的活力っていうのは都市の多様性に由来する。で多様性を生かすためにはその市民が何とか折り合いをつけてで、生活をしてその中から創造的な活動を生み出す、それが大事だということを言っています。でリチャード・フロリダの研究で面白いのはその寛容性を寛容さを示すための指標インデックスっていうのを見つけたことです。で彼が見つけたインデックスで指標で一番有効なのはつまり経済的な活力が一番相関関係が高いのがゲイ・レスビアンインデックスです。ゲイの人、レスビアンの人、その人たちが都市の中で、いかに自由に活動しているのか。でその例として、まあ、それ以外にボヘミアン指標、これは芸術家がどの程度自由に活動しているか、それから人種指標、これもあれですね、いろいろな人種の人が、差別なく生活できるのか、その前には女性指標っていうのが有効だった時代がありました。でもそれはもう大体どの年でも同じようになってきたんで、平均化されてきたんで、こういう指標が大事だと思います。でこの指標が高くて経済的な力もあるのは、一つはシリコンバレー、アップル社があるところですけども、これはサンフランシスコのすぐ隣です。でサンフランシスコはもう昔から、少数派の権利について一生懸命取り組んできた都市です。それからオースティン、これはデルコンピューター、最大のコンピューター会社だったことがあるデルコンピューターですけども、オースティン、テキサス州は大変保守的な州なんですけども、オースティンは大学があります。テキサス大学があって、そこに、コンピューター会社、大きなコンピューター会社ができたために若い人がたくさん入ってきた。結果としてとてもリベラルな街になりました。それからボストン、私が長く住んでましたけれども、ボストンのあるマサチューセッツ州はアメリカで、同性同士の結婚を法的に一番最初に認めた州です。ですからそういうところでボストンはやっぱり、これはハイテク、それから伝統的な工業力の、権威者になっているような都市です。ですからこういうところが、リチャード・フロリダの言っている都市の活力の源になっています。それぞれの都市です。で面白いことでなんですけれども、ケネディ大統領はその寛容さ、フロリダ教授が研究したのはその経済的な活力っていうのは寛容さで決まるんだよっていうことを言ったんです。でケネディ大統領が1963年に言ったのは、世界平和を作るためには世界全人類がお互い同士愛し合う必要はありませんよ、大事なのは寛容さだって言ったんです。だから一方では経済的な力の源泉になり、もう一方では世界を平和にするっていうのが実は寛容さなんだよということで、それが都市の特徴です。じゃあその多様性ですけれども、ちょっとそれについて考えてみたいと思います。さっき言った司馬遼太郎さんですけど、歴史観には問題になるところもあるんですけど、面白いことをたくさん発見して言ってくれていることもあります。これは司馬さんが言っていることで、明治維新の原動力は何か、それは300版の多様性だということを司馬さん言っています。で、まあ、今と比べるとですね、だいたい今の人口300で割るとだいたい 3,40万ですよね。だからまあ今では都市というふうに考えていいと思います。まあ、都市のサイズ、でその300班の多様性どういうところにあったかっていうと、例えば佐賀藩、大隈重信の出身なんですけども、この教育です。6、7歳で学校に入って、で毎年厳しい試験を受けなくちゃいけない、で卒業、ちゃんと卒業できないともう役につけないばかりか、家禄の8割召し上げ、2割召し上げじゃないですよ、8割取られちゃうんです。だからもう生活がほとんどできないぐらいになる、これほど厳しい、学校制度を作っていたのが佐賀藩です。じゃあ西郷隆盛、上野の森ですけども、薩摩藩、薩摩藩は何をやったか、正反対のことやってました。男が学問なんかすると軟弱になるから男に学問はさせるなっていうのが薩摩藩の方針です。佐賀藩と正反対です。多様性ですよね、これまさに。で、その代わりに五十っていう若衆宿を作って、その五十頭が若者を統領した、まあ、五十頭の一人が西郷隆盛です。そういう教育を薩摩藩はしていた。伊藤博文、千円札変わっちゃいましたけど、ですね、
彼は長州藩です。でここは、まあ、教育制度とはちょっと違いますけれども、藩士を支部に取り立てる特別な方法があったんです。今あの地方公務員になる、まあ、国家公務員もそうですけど難しいですよね。もう何十倍っていう倍率で試験を通らないといけない。でもあの伊藤博文のいた時の長州藩はそうじゃなくて、もう侍になっている家のこいつは自分の家来だよっていうことを申告すれば、その家来は自動的に侍になれた。いいですよね、こういうなんか今の、 あのなんか腐敗政治家のやり方にちょっと似てますけど、でも手つきとかそれから育みっていう制度でそういうことが許されていた。で伊藤博文はこういう形で藩士になって、その後、いいことも悪いこともたくさんしたんでしょう。さてそういうことですけど、現代とつなげるとどうなるのか。実はその明治の、リーダーたちの中で薩長土肥っていうふうに言われますけれども、その中で、佐賀県出身の有名人っていうのは皆さん分かります。例えば高知だったら何人も挙げられますよね。それから薩摩も挙げられる。長州は、長州じゃない、佐賀は大隈重信だけです。でもよく見ると違うんです。教育界を牛耳ったのは佐賀藩なんです。で、さっき言った佐賀藩の教育試験制度でいい点取れないといい職業につけないよ。どっかの国の制度と似てますよね。だからそれは明治時代の遺産が今でも生きてると言えないこともない。いや、ただしあの佐賀藩 の、 その久留米大附設出てる有名人が、孫さんとそれから堀右衛門さんなんていますから、だから今の時代で実は、佐賀は結構革新的な教育はしてることはしてるんですけども、国の制度は、佐賀藩のかつての教育制度に習ってできちゃったみたいです。でそのじゃあ明治維新で本当に日本の社会が良くなったのかっていうのをちょっと考えてみると、義務教育は当たり前になりました。教育制度は統一されました。でも多様性はなくなった。文科省が決めることで日本中同じ教育やってるわけですから、多様性なくなっちゃいましたよね。地域ごとの、あるいは地域ごとの、多様性が仮にあったとしても、日本の国内で留学するなんていうのはほとんど考えられない。多様性が生きない、ということだと思います。じゃあもうちょっとこれ検証する必要があるように思います。で、そのそれ検証するにあたってやっぱり歴史的なことを少し振り返りたいんですけど、あの今年はちょうど第一次世界大戦が始まってから100年ですから、あの明治時代までずっと戻って考えると大変ですし、世界の平和ということを被爆者との関連で考えたいんで、その文脈で第一次世界大戦をちょっと見てみたいと思うんですけれども、100年経っていろいろな遺産が実は残ってます。今年あの第一次世界大戦100年だっていうことを言う人はあまりいないと思いますけれども、それから大国クリームあるから60年ですね。あのそういうやっぱり歴史の節目っていうのは大事です。で、第一次世界大戦の遺産の一つ AFS っていう留学制度があります。で私はこのプログラムで高校生の時に留学しましたけども、実は1914年、第一次世界大戦が始まった時にパリに住んでいたアメリカの青年たちが戦場に行って救急車のボランティアをしよう、ボランティアとして働こうということで戦場に行きました。で、彼らは大活躍をして、それから第二次世界大戦が起きた時もやっぱり戦場でボランティアとして働きました。だけれども第二次世界大戦が終わってから彼らはやっぱり第二次世界大戦の結果を見て反省をした。戦争が始まってからボランティア活動をするのも大事だけど、戦争が起きないような何かボランティア活動できないかということで、若者の留学制度を始めよう。最初は大学生同士の留学制度を作ったんですけど、すぐに高校生の留学制度に変えた。大学生はやっぱり留学生の勉強ばっかりしてるんです。そうじゃなくて、これは生活ですけども、さっきからいろいろなところで出してきた生活ですけれども、生活レベルで地域のレベルで異文化を体験して、それを体を通して理解するっていうことが大事なんだ。で、最初はアメリカ中心、アメリカとそれ以外の世界で行ったり来たりしてたんですけども、やがてあの全世界、A 国から B 国、
それから X 国から Z 国、Z 国から A 国っていうのも世界中大体50カ国ぐらい今活発にこれに参加してますけども、そういう制度になりました。で、留学をして異文化に触れるっていうこと、これは大事ですけども、まあ、もうちょっとあの簡単なよくわかる例で言えば、例えば A 国の大統領がの息子が B 国に留学してたとすると、少なくとも留学してる間 A 国と B 国の間で戦争はしないでしょう、というような、やっぱり単純なあの誰でもわかるようなメリットっていうのは留学にはあるんです。で、そういうことをもう少し理論的に、それから実践的にこうつなぎ合わせていくと、留学制度の重要さっていうのはとてもよくわかります。日本政府もようやっと、留学制度の大切さに気がついた、ことになっています。2つ目の遺産ですけども、これを見てください。これは、まあ、戦争の結果ですけれども、どの都市だかお分かりになりますか。分からないですね、おそらく。戦争の結果っていうのは、大体それが原爆の結果であっても、他の戦争の結果でも、どの戦争の結果でもなかなか分からない、ところがあります。なんかトルストイの言ったことも同じようなことですけど、これは第一次世界大戦の後、廃墟と化したベルギーの都市のイーペルです。で、イーペルでは初めてその毒ガスが戦争に使われた都市として有名です。で、それともう一つは全市が壊滅的に亡くなってしまったんですけれども、戦後復興するにあたって、その戦前の町をそのままありのまま再建した。ですから今でもイーペルに行くと、その15世紀の、時に15世紀に建った建物、それと同じものではありません。もうこれ一度廃墟になってるんだから。でも形は全く同じ、内部の構造も同じ建物を見ることができます。そういう形で復興しました。もう一つ大事なのは、第一次世界大戦始まってから100年経ちますけれども、今でもイーペルでは毎日全戦没者のための慰霊祭を執り行っています。それがさっき言った都市の記憶の一つの例です。で、そういう形で都市は、過去を記憶し、その過去の過ちを繰り返さないという努力をしているという。にもかかわらず第二次世界大戦が起きてしまった。左が真珠湾、右が原爆ですけれども、で、じゃあそれをその、結果我々はどういう行動をその後取ってきたのかっていうことをちょっと復習し、したいと思います。あ、これはさっき言いましたので、それから69年経ちましたけれども、なんとか第二次世界大戦の、から教訓を得ようということで、いろいろな努力が行われました。で、ここで黄色い字のところを大体追ってってくれればいいんですけれども、これは主に、原水爆反対、核兵器廃絶のための努力をリストしたものですけれども、大体10年おきぐらいに大事なことが起きてます。で、最初は1954年ビキニの、被災のすぐ後に1955年に第1回の原水爆禁止世界大会が開かれています。で、これがまず最初の空白の10年と言われた後の、大変大きな出来事です。それから1963年には部分確定、これは大気中の核実験が禁止された条約です。で、1970年になると核不拡散条約、ができました。で、これが核兵器保有国を、縛っている唯一の条約です。で、1982年になるとニューヨークで100万人の集会が開かれて、86年にはレイキャビックでゴルバチョフさんとレーガンさんが会談をして、核兵器廃絶のほんの一歩手前まで、歩み寄ることができました。で、1996年には国際司法裁判所が核兵器の使用及び、その脅威として使うということは国際法違反ということを、勧告的意見として採択しました。で、2006年からは、核基金というふうに呼ばれる、その大変大きな、被害が限定核戦争の結果も起こるよということで、今世界中にこの動きが広まっています。で、2009年にはオバマ大統領のプラハの演説が、ありました。で、10年にはバンキムン国連事務総長が広島の、記念式典に初めて参列してくれたんですけども、その後、
2013年には125カ国が、まあ、核兵器はどんな状況でも使ってはいけませんよっていう声明を出して、2014年今年になってマーシャル群島共和国が核保有9カ国を国際司法裁判所に提訴しました。で、こういうふうに見てくると大体10年おきぐらいに大事なことが起きてます。これは後でもお伝えしますから。でこの中で、実は、核のその非人道性絶対悪であるということを言ってきたのは実は1980年代に始まっています。でこの時には核の冬という形で、全面核戦争が起きたら、たくさんの人が死ぬだけではなくて、その後その核爆発の結果たくさんのエアロゾルとか、それからさまざまなその建物その他の、建造物物の破片が、空中に舞い上がって、それが成層圏にまで達して、雲になって太陽を遮って、その結果として地球は恒久的な冬になってしまう。だから、植物は育たなくなって食べるものもなくて、人類は滅亡しますよっていうのが核の冬というシナリオでした。でこれが、そのメカニズムですけれども、チェルノブイリとか福島で、実は放射線の流れというのがかなり正確に補足されましたので、この核の冬で予測された科学者たちの、予測が、かなり正確だっていうことがよく分かりました。で今、IPPNW、 これはその共同議長のヘルファンド、博士ですけれども、彼らが言ってるのは核飢饉、今度は限定核戦争でインドとパキスタンの間で50発ずつ広島規模の爆弾を使ったら限定核戦争です。どういうことになるか、ということは広島の大体100倍ということですから、まあ亡くなる人の数も大体2000万人ということで、広島長崎の100倍、で、それだけではなくて核の冬と同じメカニズムで10年間で20億人の人が飢え死にしますというのが、今分かっているより精密な科学予測です。で、それに加えて偶発的核戦争の危険性も、非常に高くなっているというのが、現在分かっていることです。でそれに対してじゃあ法律によって核兵器を禁止するというのは当然の動きなんですけれども、実は国際法の動きっていうのはあんまり早くありません。1963年に大気圏内の核実験は禁止された。これは条約によってです。70年には、核兵器国を縛る条約ができました。しかし96年まで26年間何も起きてない。でようやっと国際司法裁判所が勧告的意見を出して、核兵器は国際法違反という一般的には、ただし、国の存亡がかかるような時には国際司法裁判所は判断ができない、というような逃げた判決になっています。で1996年に包括的核実験禁止条約が再これは採択されましたけれども、40カ国の批准が必要で、その中にアメリカも入らなくちゃいけないんですけれども、アメリカその他の国が批准をしてなくて、効力はまだ、これは出てません、発効していません。で2014年になってしびれを切らしたマーシャル群島共和国が国際司法裁判所に提訴をしたということで、大体70年から96年まで26年間、それから96年から2014年までこれ18年間ですか、そういうような形でともかく何か大きなことがあると核保有国がこれは大変だっていうんで巻き返しを図って、その後長い間何も起こらないという状態が続いているということです。でマーシャル群島共和国による提訴ですけれども、これは核保有国が誠実な交渉義務を果たしてないっていうところを問題にしています。これは第6条、条約の6条にこういうことがあるんですけれども、実は2つの項目について誠実に交渉することを約束するっていうのが、NPT 核不拡散条約の第6条です。でその2つっていうのは、1つは核軍縮のためにちゃんとしたことをやりますよ、もう一つは核廃絶に向かうための条約を締結する交渉を誠実に行いますということです。この両方とも9カ国全くやってません、それが問題です。ということで、この9カ国をマーシャル群島共和国が提訴しました。でも裁判というのは 誰でもできるわけではない。どんな理由でも裁判を起こすことはできません。マーシャル
群島共和国が起こした理由っていうのは、自分たちは核実験場として使われた、その被害を未だに受けてます。だからある意味で間接的だけれども、まあ、アメリカの場合は直接ですけれども、それ以外の国も間接的には自分たちに被害を与えてきたのと同じことだからというので、これは提訴をしています。だとすると日本だってこの9カ国を国際司法裁判所に提訴したっていいわけですよね。でそれはそうなってない。それはやっぱり政府のトップ、政治的な意思の欠如です。でそこで政治的な意思について、非常に重要だった1986年のレーガン、それからゴルバチョフ会談の内容を、これはその時の会談の内容の、議論を起こしたものです。レーガンがこういろんなのがあるよなって言って、でゴルバチョフがそうだな、じゃあその全部をリストしてなくしちゃおうよっていうようなことを言ってるわけですけども、シュルツ国務長官がすぐ取り掛かろうって言って、最後のレーガンさんが言ってるのは、ここで言ってることをちゃんと条約にして、その条約にするのは、ジュネーブにいる外交団に任せて、その条約案ができたらゴルバチョフさん日本アメリカに来てくださいよって、その時に調印をしましょうっていうことまで言ってるんです。それができなかった。できなかったのは軍産複合体官僚組織で、福島に出ようとれば、まあ、原子力村です。で、で最終的にだけれども力を持つのは世界の世論です。でここでやっぱり自治体の役割がとっても大事になってくるんですけども、1986年ですよね、これを見てください。これはですね、世界の世界中の核弾頭の数を全部推計したものです。かなり正確です。でピークが1986年です。で86年に米ソの間ゴルバチョフレーガン会談でなくそうよって言ったけれども、結局それは条約にもならなかった、何もならなかったけれども、その時以来右肩下がりで核弾頭の数減ってます。でこれ世論の力です。でオバマ大統領が2009年のプラハ演説しました。アメリカの大統領としてともかくその核兵器廃絶のためのリーダー役を果たすんだというようなことを言ってるわけですけれども、これが右肩上がりのそのピーク時の左側の時期だったらそんなことは言えません。だからオバマ大統領、まあ一人がノーベル平和賞を受けましたけれども、あれは世界中の人たちの気持ちがある意味で言わせた言葉ですから、でこのグラフをやっぱり見るとすごく、そのことが分かります。でこれは世界の核実験の数です。でさっき言ったように1996年に包括的核実験禁止条約が採択されて、それはまだ発効していません。でも実際に起きていることを見てください。ちょっとこれポイントがないんであれですけども、大体1995年ぐらいから世界の核実験の数はほぼゼロに近づいてます。でこれも偶然じゃないんです。だから包括的核実験禁止条約が国連で議論をされて、その成文化されて、たくさんの国がそれを署名をして、そして批准をしたっていうことに、核保有国もそれなりに、注意しなくちゃいけないということで、核実験の数もこんなに極端に減ってる。でこれも世論の力です。ここはちょっとでそれをもとにして、世論の力をもとにして、対人地雷禁止条約ができました。でそれはここに書いてあるのと同じように、まず非人道性を訴え、で核兵器の場合には今年の11月にまたウィーンで、そのための会議が開かれます。で非核国、これは対人地雷の場合には地雷を使っていないところ、輸出していない国ということになりますけれども、その国の中で世論を盛り上げた。で、地雷の場合は C と D が一緒になって、結局条約ができて、その中にはアメリカとか日本という国々も入るようになったんですけれども、しかしながら 核兵器の場合にはまず、核保有国以外の国で条約を作っちゃう。でその中に核保有国を引っ張り込もうという作戦ですけれども、これは一緒になっても全然構いません、ということで、でそれを実現するためには実は、平和首長会議、昔は首長会議って言いましたけれども、これが大事になってきます。現在
160カ国地域の6206都市が加盟しています。これは加盟都市数の推移ですけれども、2004年から加盟都市がぐんと増えています。それには理由があって、2003年の10月に2020ビジョン、2020年までに核兵器を廃絶しようという計画を作って、世界中の都市に一緒にやりましょうという呼びかけをしたんです。その結果として、たくさんの都市がここにあるように加盟してくれた。だから一つには具体的なその見える範囲での目標を立てるっていうのが大事ですし、それから同時に世界の都市の、まあ今では6000ですけれども、世界の多くの都市は核兵器の問題はやっぱり自分たちの問題だと思って、自分たちの力で廃絶できる問題だっていう認識があるということです。で、北欧の国は特にこれ抵抗が大きかったんですけれども、それは、北欧ではこれは後で誤解だって分かったんですけれども、国の法律によって国際問題に自治体、それから財政の問題に自治体が口を出していけないんだということがあるから協力できませんというところがあったんですけれども、後でそれそうじゃないということが分かったのが一つと、いやそうじゃないないっていうのは分からないんだけども、税金の面で国がとんでもないことやってるから、そのことやってるんだったら外交の面だって我々言いたいこと言うよっていうので加盟してくれる都市も増えました。で、最大のこれはサポーターはアメリカの市長さんたちです。全米市長会議がずっとこれを応援してくれてます。いくつも、満場一致での決議を挙げてくれてますし、私もこの会の会長としてアメリカの全米首相会議に招かれて一緒にホワイトハウスまで連れてってもらったオバマ大統領に広島に来てくださいということを言いました。ぜひ行きたいですって言ってましたから、まだ任期残ってますので、なんとか実現してもらいたいと思ってます。それからバンキムン国連事務総長、2010年に広島に来た時に、原爆投下75周年には再び一堂に会し、被爆者の方々と共に核兵器のない世界の実現を祝おう。75周年とは2020年のことです。ですからバンキムン国連事務総長もやっぱり市長、世界の都市っていうことは市民ですけれども、市民と一緒に自分たちも行動するよっていうことを言ってくれてます。で、あと実際にじゃあどういう取り組みをしているのかっていうことですけれども、山口、千葉、湘南、江ノ島、いろいろなところで、それからイエスキャンペーンというのはこれは広島ですけれども、いろいろなキャンペーンが行われています。で、じゃあなぜ都市なのかっていうところをちょっと申し上げておきたいと思います。一番大事なのは、やっぱり国際問題は特別だから、普通の人が口出しをすべきじゃない、できない、そういう意識があるんだから、まずそれは取っ払う必要があると思います。我々の人類の生存に関わる問題だったら、やっぱり誰もがこれは一言言わなくちゃいけない問題でしょう。で、そこのところのその枠を取っ払うということ、それからもう一つはやむにやまれぬ思いです。このまま国家に任せていたんじゃもう人類滅びちゃう。で、それが特に顕著なのは、軍縮会議っていう、これは外交官が作っている組織がジュネーブにあります。で、ここで核兵器の問題については専門家が集まってここで決定を下すんだよということで、ここが動かなければ、世界中の他の国々も機関も何もやっちゃいけないんだというような国際的なコンセンサスがあるような大事な会議です。でも、これはこの会議は1996年包括的核実験禁止条約をまとめた以降何にもやってない。で、それはコンセンサス方式ということで、議題を決めるにあたっても一つの国がそれはダメっていうと議題も決まらないんです。で、議題を決めないっていうのは作戦的にはものすごくうまいやり方で、で、つまりその議題そのものについての何かになると、あなた方そんな例えば、まあ、大事なことを決めようというのにそこで拒否権使ってけしからんって反対が出てきますけども、議題そのものだと、いやいやあれにはこれからこういう背景があってっていうのは、議題そのものについていくらでも説明ができる。本当の理由は朝飯がまずかっただけなのかもしれないけれども、そんなことはそのコンセンサス方式でノーっていう時には理由なんか言わなくていいから、だから使えるんです。だからこういうことは、他の要するに官僚が絡んでいる政治の場面ではよく出てくることを皆さんもご存知だと思いますけれども、この状況です。これを変えるにはどうしたらいいかと思います。
で最終的にはやっぱり市民都市が立ち上がる。国に任しておいちゃダメだから都市が立ち上がりましょうということです。都市っていうのは市民です。国に任せておいてダメだったらそれは我々が立ち上がって変えようということです。それから2010年の、核不拡散条約の再検討会議の最終文書で決められたことが、で大事なことがあります。それは2013年にヘルシンキで中東の核兵器をなくすために、それから大量破壊兵器をなくすためにイスラエルも含めて中東の国々がヘルシンキに集まって会議を開きましょうということを決めました。だけどイスラエルが嫌だよって言って行かなかったんでその会議が開かれなかった。でここでヘルシンキっていうのは世界の NGO とか市民を、まあ、代表する言葉なんですけれども、イスラエルがヘルシンキに来ないんだったらヘルシンキがイスラエルに行こうっていうので、去年の12月にハイファっていうイスラエルの都市で国際会議を開いて、イスラエルに対して猛省を促すと同時に世界の世論で、中東の、非核地帯、それから非大量破壊兵器地帯を作ろうっていう大きな動きが今生まれてます。そういったこともある。だからやむにやまれぬ気持ちっていうのは結構大事なんですね。それとさっき言ったように都市は悲惨な戦争の過去を記憶してます。でそれはゲルニカがそうです、イーペルがそうです、重慶、アウシュビッツ、広島、みんなそうです。それから、市民と苦楽を共にしてきたのは都市ですし、そして被害を受けるのは都市だ、だから核兵器は二度と使っちゃいけないんだっていうことが都市には徹底した。それとさっき集団的自衛権の、グループの中でも出てきましたけれども、都市というのは市民の生命財産福祉に直接的責任を持つし、市民と一番近い関係だし信頼関係もある。信頼関係ない都市もありますけれども、でもまあゴミの例を考えてみてください。ゴミ集めが来なかったら電話をかけてやっぱり文句言えますよね。で実際にここにゴミ残ってるじゃないかっていう議論が都市レベルではできます。国レベルではそれはできない。あの国に大量破壊兵器があるから戦争するよって言って戦争を始めました。で戦争終わったら大量破壊兵器がないことが分かった。だけど大量破壊兵器があるよって言った人責任取りましたか？取らないでしょう。だけどその結果としてたくさんの老人、女性、子供が死んでるんです。その人たちが無責任な発言で、でまあ殺された。だけどその無責任なことを言った人は責任取らなくて、それは信頼関係が全くない存在だからです。それに対してみんなもう文句言わなくなってる。それは諦めてるからです。ゴミ集めに文句言うのはまだ信頼関係があるから、だから文句言うんです。でその信頼関係をやっぱり政治の基本に戻さなくちゃいけない。信頼関係がない政治なんていうのはこれはあってはならない話でしょう。信頼関係があるっていうのは民主主義の大基本です、大前提です。だからそれを取り戻すためにも都市がとても大事になってきてます。でもう一つ別の、視点から都市の 大切さを言うと、都市っていうのは軍隊を持っていない。でこれはしばしば要するに国はちゃんとした存在 で国のなんか歪償された不完全な形が都市だみたいな形で議論する人たくさんいます。だから軍隊を持たないっていうのもその一例として挙げられるんだけれども、逆に考える方がこれは正確に未来を見ることになる。都市同士が仲良くなると姉妹都市になります。国同士が仲良くなると軍事同盟を結びます。それは一緒に戦争しようよってことです。集団的自衛権とか一番いい例ですけれども、一緒に戦争しようっていうのがなんで未来の素晴らしい世界を描く上での基本になるんですか。そういう未来をデザインするための材料、それに立脚して未来を作るんではなくて、より平和な世界を作るための基本的な枠組みを特別のところに求めるべきだと思います。でそのことが実は可能だっていうふうに信じられる歴史的なトレンドがあります。そのことを最後にちょっと示したいんですけども、日本の歴史、まあ、500年ぐらい前を見ると日本の国内で戦争は日常茶飯事でした。でも今は例えば新潟県と長野県が小さな島をめぐって戦争するなんて考えられないですね。だから500年経ったらアジアでも
小さな島をめぐって国際的な緊張があるなんてことは信じられない世界になるかもしれない、いやそういう世界を作ろうという努力を今みんなが始めてもおかしくないんです。だけど国レベルではそういう議論にはならない、そこのところを考えたいんです。で、日本史からの教訓、別の例を挙げると1853年ペリーが日本にやってきてからの100年間、考えると日本人は戦争で300万人死んでます。でも1953年から今まで戦争で死んだ日本人ゼロです。300万対ゼロで、これもうちょっとね別の、枠組みで考えると1600年まで遡って考えましょう。そうすると1600年から2014年と414年間、この間に戦死者が出たのは、日本が外国と戦争をして戦死者が出たのは1895年から1945年までなのたった50年です。あの図で示すとこの矢印、黄色い矢印で示すとこの間だけです。だから日本っていうのは平和な国なんです。この間ヨーロッパは戦争ばっかりしてたんですよ。100年戦争とか50年戦争とか30年戦争とかそういうのがあるし、それ以外の名前がつかない戦争がたくさんあって、ヨーロッパは戦争ばっかりしていた期間だったんだけれども、日本が戦争をして戦死者が出た300万大変な数ですけども、それはたったの50年、その50年が日本という文化、日本という社会を定義する上で最も大事な期間なんですか。日本っていうのはそんなに茶事な短期的な歴史でもって規定できるような文化じゃないでしょう。江戸時代がいいとは言いません。江戸時代だと本当に封建制度で苦しんだ人はたくさんいた。でも戦争しなかったことは確かです。それもやっぱり一緒に考えなくちゃいけないということです。じゃあアメリカの社会はどうかというと、アメリカの戦死者を数えても南北戦争が一番戦死者が多いんですね。それから第二次大戦、第一次大戦、でも1850年から100年までは130万ものアメリカ人が死んでるけれども、1951年から今までに死んでるアメリカ人は7万人です。アメリカもそういう意味では平和になっている。今は戦死者だけの数ですけど、世界の歴史をずっと見ると同じ傾向が見られます。で、統計が一番整備されているのがイギリスで、イギリスのこれは殺人件数です。1200年から統計があります。で、それから今まで明確に右肩下がりの殺人件数になっています。で、この傾向が世界中で続いているということを発見したのがハーバード大学の、これは心理学の教授のスティーブン・ピンカーという人です。彼が800ページもの本を出してそのことを、証明しています。これはあの戦争による戦死者なんですけども、これはですね20世紀以前がこの赤い、棒グラフです。で、20世紀になると一番右にある、世界の2005年というところはもうそれとは比べるのにならないぐらい戦死者数が少なくなっている。戦争の世紀だと言われ、確かに今でもいろいろなところで紛争が続いていて、昨日、アメリカ軍はイラクの限定、爆撃をした、そういう、事例はたくさんありますけれども、でも長期的に見ると、そういう平和な状況になっている。で、これは世界の状況だけではなくて、家庭でもそうだし、学校でもそうだし、職場でもそうだし、種類にしたって殺人件数、子どもの虐待、学校での体罰、人工中絶、レプリンチ、家庭内暴力と、ともかく1946年以降は平和になってきている。で、戦争平和に関するところを見ても、こういうことが、核戦争が行われていない。対立で米ソは戦争していない。大国間の戦争も1946年以降ありません。で、1953年から数えて、紀元前のローマ時代で戦争がなかった一番長い時代、というのによりも長い間大国間での戦争もなかった。西ヨーロッパの国同士での戦争もなかった。それから豊かな国同士の戦争もなかった、先進国が他国の領土を侵略することもなかった。独立を失った国もない。これ1946年から今までの世界の歴史です。やっぱりこういうこともやはり頭に入れて、あの戦争と平和の問題を考えなくちゃいけないということです。で、これを可能にした5つの理由、リバイアさんというのは、これは国家が、軍隊を独占したというところで、これはちょっと恋愛的で21世紀世界が解決しなくちゃいけない問題です。で、その他商業貿易、女性化、女性化というのはただ単に
その女性が権利を認められたということではなくて、女性の考え方そのもの、価値観そのものが社会を動かす規範になってきている。それが大事なところです。それからコスモポリタニズム、これは多様性が認められてきたということです。で、最後に理性のエスカレーター。理性のエスカレーターというのはエスカレーターのように理性があることで自然にその高い境地から物事を見られるようになる、そういう理性の働きがあるよということを言っています。で、その中で特に暴力は勝つための競争ではなくて解決されるべき問題というふうに理解されるようになったということがとても大事だ、そこが5つの理由です、で最後にで実はこういうことで分かるのは、パラダイムの転換、世界観、ちょうど天動説が地動説に変わったようなその世の中の見方の大きな転換が今起こりつつあるということです。一つには報復が和解に変わって、国家から都市、それから専門家任せから市民が主体、イデオロギー主導から人間中心、それと少数派、おそらく皆さんもそうだと思いますけれども、自分たちの主張は世の中では少数派だというふうにしかマスコミは大体取り上げてくれてなかったですよね。でもそれはマスコミが悪いんで、我々多数派です。我々の考えていることが実は世界中のたくさんの人たちが共有している価値観なんです。で、一部その誤った、さっきの聖書の、内容がいい例ですけれども、あれは至る所にあれと同じ事例があって、マスコミが流布するいろいろなことは特にそうなんですけれども、誤った国家間で物事を考えている人が多すぎますけれども、それも変わってきています。で、大きくまとめると、権威主義、支配主義、上下関係からパートナーシップに物事の考え方が変わってきているということです。で、これはちょっとあれします。で、そのうちの一つとして経済学も、これも変わりつつあります。で、今の経済学っていうのはこの、中核分野から第6分野まで6つの分野がありますけれども、その中で市場経済第3分野、これだけを対象にしているのが現在の経済学です。でも経済を実際に動かしているのは家庭内もある、地域もある、それから市場経済ももちろんあるし、違法経済もあります。これ銃剤なんていうのは違法経済のあれですから、あだ花ですからね、それから政府経済、自然経済、これ環境も含めたものですけれども、これが全部含まれるような経済学を、作るということが今大きく浮かび上がってきています。で、実は国連の統計っていうのはよく見ると、こういう経済学があるんだよと、あたかもあるんだよというような枠組みで統計を集めていると言っても過言ではないぐらいきちんとした統計を集めています。だからそれがありますから、新しい経済学を構築するのはそんな難しいことじゃないはずです。で、ここはちょっと抽象的ですから、変えますけども、支配モデルからパートナーシップモデルで、それは都市間とか環境と人、人と人とのパートナーシップ、こういうところにパラダイムの転換が起こっているということです。で、それを見える化するとパッチワーキルトです。これは四角い布なんですけど、パッチワーキルトを作るときにその一枚一枚の布は違ってた方がいいんです。それが多様性です。同じだったらわざわざ縫い合わせ必要はありません。切らなければいいんですから。で、縫い合わせときに大事なのは、全部が一致しなくても一辺だけ共通点があるということ。で、これは運動を組み立てるときにとても大事ですけれども、共同するのに全部一致する必要はない。一つだけ共通点があればいい。で、それをだんだん集めていって、きれいで、暖かくて強いパッチワーキルトができるんですが、もう一つこうすると大事なことがあるんです。一番上の四角と一番下の四角は共通点がありません。でも間に一枚あることで実は一緒に仕事ができる。で、これもやっぱり大きな運動の作り方の知恵です。で、こういうことが、大事なんだ。で、これを実は若い人たちはとってもよく理解してます。で、その例を2つだけ皆さんにお聞きいただきたいと思います。
私はロックよりはバロックの方が好きなんですけども、これはあの私の息子が小学校6年生の時にパパこの曲絶対好きだよって言って教えてくれたんですけど、すごい好きになりました。歌詞は一番最初のところを聞いていただきましたけども、あの大変前ですね。このグループが特に政治的なメッセージだけ出しているグループというわけではありませんけれども、その人たちが世界の状況、歴史っていうのをこんなに見事に音楽でしかも歌詞で表現できるっていうのはすごいことだと思います。で、その治せる薬ですけども、ここに挙げましたけれども、もう皆さんはたくさん治せる薬を作っているし、それをいろんなところに広めていらっしゃるわけで、これを申し上げるまではないと思います。もう一つ、あのこれは、本当に、癒される、ですし、簡単に誰でもできると思いがちなことです。もう一つ見てください。桑原浩一君という作家です。これはソウルですね。ソウルの近くで彼は一人でこれを掲げています。It's not about win or lose. We all lose when we feed on the soul that are innocent. Blood catch fame and keep on moving through the water, stay raging. In this maze, you can lose your way. Your way. It might drive you crazy, but don't let you fade you. No way. No way. Sometimes in my tears I drown. But I never let you get me down. So when negativity's around, I know someday it all turn around. Because all my life I'll be ready for, I'll be praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There will be no wars, and our children will play. ヘイトスピーチに勝ってますね。ということで最後にちょっと緑の塔についてあの一言申し上げようと思ったんですけども、さっきの、いろいろと話し合いを見ていてもあんまり私は申し上げるあのことはないんですけども、あの2つだけ呪文を伝授しておきます。1つはですね、勘からこもでけやでがひらがなになっちゃってますけど、これはあの人に伝わる感動を与える文章を、書く上での呪文です。勘から今度だけこれは勘が感動、からがから、それからこが今日性、でがデータ、けが決意、あが明るさで、これを考えたのは毎日新聞の広告局長で、その前にはあまり年配の人がいないからあのご存じないかもしれませんけども、 NHK で事件記者っていう番組があったんですけども、あの警視庁の記者クラブの7人の記者たちがあの、主人公だったんですけども、その中で山さんっていう園井圭介が演じた素晴らしい社会部記者の役割なんですけど、そのモデルになった、山崎さんという広告局長が考えた勘からこもでけっていうその作文の技術です。それからもう一つは姫もかやだ、あのこれ夏で蚊に刺されるといけないんでお姫様もかやだっていうことなんですけど、一つは人の目、人の評価、人の評価で高まるように、これはですね、これを作った人は、実はあのネット上で炎上するようなあのたくさんの発信があるんですけども、それの最近の5年ぐらいの5年か10年ぐらいの
ネット上で炎上をした事例についてどういう背景があるかっていうのを分析して、その仮説を試すためにそのたくさんの実験をして、その結果としてそれぞれ効果があるっていうことを検証したものをまとめた本です。人の目ってのは人の評価です。だから今日飛行機で来ましたけど、例えば人の評価っていうのは優先搭乗ってありますよね。と 人よりもはっきりと分かって先に乗る。である意味でそういうのが人の評価になってるんだけれども、そういうメカニズムっていうのはやっぱり、あれ飛行機会社がそのことやってるっていうのは、実はあれが売れることにつながるから。だからそういうその人の目に映って差別化できるようなこと。それから目印っていうのは、でもどっかにパッとその見て目印としてわからないとダメだっていうことです。物語性ってのはさっきの物語性と同じで、物語がないとダメだ。感動も同じです。感動しないとダメなんです。役に立つ、これは抽象的なもんでもいいんですけど、実際の生活に役に立つっていうところはものすごくやっぱり人を動かすものになる。それから誰にも見える、自分だけで隠してちゃダメなんで、それをパブリックにするっていうのが大事なんですけど、例えばどういうことかというと、オーストラリアで始まった男性のがんのサポートのためのキャンペーンがあるんです。ノベンバーっていうんですけども、このキャンペーンは何をやったかっていうと、その11月になるとその会員がみんな口ひげを生やして街に出てるんです。そうするとそれまでそんなことやってない人ばっかりですから、なんでってみんな聞くんですよ。見えるから聞くんです。そうすると実は今月は、まあ、女性のそのがんも確かに乳がんとかいろいろ問題があるけど、男性のがんも結構研究が大事なんだけれども、そこはなかなか世論を起こしにくい。でそういう運動をやって、で男性のがんのための基金を集めてるんだっていう説明が自然にできちゃう。でその結果として、目標額の5倍だか何かのお金を集めて、そのオーストラリアの研究機関に寄付をしたっていうようなことをやってるんです。役に立つっていうのはですね、これはあれなんですけど、アメリカの高齢の、インターネット利用者たちの爆発的に人気のあった、YouTube か何かのそれに類似する番組があったんですけども、それは何かっていうと、トウモロコシ剥きますよね。剥くとあれは何て言うんですか、絹が残りますよね、糸が。あれなしに剥くっていうのはほとんど不可能です。皆さんやったことあるのか分かりませんけど。ところがジョージア州に住んでるトウモロコシばっかり育ててる一人のおじいさんが、80歳のおじいさんなんですけども、それをある日家族にこうやると全部取れるよって見せた。でそれを見たその、お孫さんがそれを手に取って、でネットに配信したら爆発的に売れた。なんで爆発的に売れたかっていうと、役に立つから。みんなそれで苦労してたけど、初めてその方法でやると全部糸も何も問題なく、取れると。それは簡単なんですけど、要するにチンすればいいんですよということなんだけど、そんなことでもともかく役に立つということで、人の注意をこう引きつけることができる、目印も同じようなものです。目印も例えばミケロフっていうビールがあるんですけど、このミケロフっていうビールはミケロフ・フォー・ホリデーズっていうコマーシャルをずっと売ってたんです。あんまり売れなかった。でそれをミケロフ・フォー・ウィーケンズって変えたんです。ホリデーっていうのは年に何回かしかない、ウィーケンドってのは毎週来るんです。でウィーケンドっていう言葉を聞くたびに、それを聞いてる人はミケロフを思い出して買ったっていうんで、その爆発的に売れた。だからそういう事例があって、それを実際にじゃあ人の心理っていうのはそういうふうに動くのかっていうのを検証した結果が一冊の本になってるんですけども、その項目をここに集めました。だからこれも選挙の時にも使えますし、それ以外の政党の活動としても使える言葉じゃないと思うかと思います。でも最終的にはさっきも申し上げましたけども、やっぱり理性がある限り、平和は赤いということで、ちょっと時間をオーバーしましたけども、ご清聴ありがとうございました。本当に先ほどのハグの時の映像はなんかこうじんわりしてきて、こううるうるしてしまうのは私だけでしょうか。すごく多様な切り口からですね、想像もしていなかった
あのデータやそして見方っていうものを提供していただいて、これからの私たち緑の党が国政においてもそして地方においても地域においてもやっていくべきことをたくさん示していただいた大変ありがたい講演をいただいたと思います。今一度皆様から拍手をよろしくお願いします。ありがとうございました。ね、質疑応答の時間をと思ったんですが、まあ、かなり時間も経っていますのと皆さんもお腹が